これにて山尾君の質疑は終了いたしました。次に福島信之君、はい、福島君。民進党の福島信之でございます。この週末もさまざまな森友学園の国有地売却問題について報道がなされまして、この問題について今日も質疑をさせていただきます。一昨日の夕方、テレビ朝日のスーパー J チャンネルで衝撃的な映像が流されました。森友学園の幼稚園の運動会で幼稚園児の選手宣誓の動画が流されました。ちっちゃなですね、子どもたちがこう言っています。大人の人たちは日本が他の国に負けぬよう尖閣列島、竹島、北方領土を守り、日本を悪者として扱っている中国、韓国が心を改め、歴史で嘘を教えないようお願いいたします。安倍首相頑張れ、安倍首相頑張れ、安保法制国会通過良かったです。内容はですね、いろいろな立場があると思います。ただうちも子ども小学校4年生の子どもがいますけども、安保法制国会通過が良かったか悪かったとかはまだ判断できないでしょうし、何よりもこのですね、画像を見させていただきまして、この学校はなんか神田柄の道とか日本の国柄とか言ってるけども、ちょっとなんか日本の国柄に合うのかなと、どちらかといえば別のなんかどこかの独裁国の国の学校かなと思わせるような映像だったんですが、先週の木曜日のですね、予算委員会の一般質疑でも松野文科大臣と学校教育基本法14条2項で禁止されている政治活動、この定義についての議論をいたしました。その時に大臣は2つおっしゃいました。目的が政治的意義を持ち、そしてその効果が政治に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉になるような行為に該当するかどうか、具体的な事実に即して判断するとおっしゃいましたけれども、これまさに具体的な事実、安倍首相頑張れ、安倍首相頑張れというのは、その効果が政治に対する援助に、まさに援助そのもの、助長そのものだと思いますけれども、これは教育基本法第14条2項で禁止されている政治活動そのものではありませんか、松野大臣。松野文部科学大臣。教育基本法では第14条第2項では特定の政党を支持し、またはこれを反対するための政治教育、その他政治的活動をしてはならないとされているところであります。本件については報道を通して把握をしておりますが、文部科学省としては詳細に承知をしておりません。塚本幼稚園における具体的な活動が政治活動に該当するか否かは、一義的には所轄庁である大阪府が判断し、適切に指導を行うものと考えます。文部科学省としては塚本幼稚園に関し、国会や報道で指摘されているさまざまな状況について現在大阪府に確認をしているところでありますが、大阪府からは当該幼稚園に対し事実関係を確認しているところであると聞いており、大阪府の対応状況を注視しているところであります。ご指摘の報道内容についても大阪府に状況を確認してまいりたいと考えております。福島君。いやもうこれはね、映像で流れてるから事実確認するまでもなく事実なんですよ。この事実に基づいて確認するにしても、文部科学省としてこれはさすがに教育基本法に違反するんじゃないかという事例、法律の解釈を行うのは文部科学省じゃないですか。その後に指導するのは大阪府ですよ。しかし大阪府に今確認をしているとおっしゃったんだから、それはこの言葉そのものがこの通りだとするならば政治活動の禁止に違反すると考えてのことなんじゃないですか、松野文部科学大臣。もう一度お願いします。村田大臣なんで政治家として答弁してください。市学部長村田君。いや、呼んでないの、政治家としての答弁を求めてるんですよ。もう同じ答弁しかしない。お答え申し上げます。教育関係の法律の解釈については一義的には文部科学省として判断しお示しするものであるものでございますけれども、一方で具体的な事象が当該法律に規定に該当するか否かについては、個別の権限を有する者が文部科学省が示した解釈を踏まれ判断すべきものでございます。でご指摘の件につきましては、その
学校でどういう教育を行われていたか、そのあたりの具体的なこと、事実を踏まえて判断されるべきものでございまして、それは所轄庁である、大阪府が ご判断されることだと思っております。福島君、時間を無駄にしないでください。一時的な判断は文部科学省って言ったじゃないですか。だから具体的な事実を示したんですよ。具体的な事実を。松野文部科学大臣、政治家として文部科学大臣として、これ政治活動そのものですよね。安倍首相頑張れっていうのが政治活動じゃないんだったら選挙活動なんて成り立ちませんよね。政治活動ですよね、これは。どうですか。松野文部科学大臣。先ほど申し上げました通りですね、これは一義的には所轄庁である大阪府が個別事案について判断をさせていただくところであります。福島君、さっき局長は一義的には文部科学省が法律を解釈するとおっしゃいましたよ。大臣と局長の答弁が違うじゃないですか。違いますよ。一義的には文部科学省って言ったじゃないですか。なぜ逃げるんですか。これだけ明確な事実が出てるにもかかわらず、誰が見たって日本人の1万人聞いたって1万人がそういうようなことを、なぜ答弁を逃げるのか分かりません。安倍総理は、いわば私の考え方に非常に共鳴していると籠池理事長に対して評価しております。安倍昭恵夫人もこれらの教育方針は大変主人も素晴らしいと思っているということをおっしゃっています。こういうような先生で安倍首相自らのことなんで重はゆいと思いますが、幼稚園で安倍首相頑張れ、安倍首相頑張れ、安保法制国会通過良かったですねというような幼稚園は、これ総理のこの共鳴するものなんでしょうか。総理自身このこと教育基本法上何らか違反していると問題に思いませんか。どうでしょうか。安倍内閣総理大臣。ご指摘のですね、点についてはただいま文部科学大臣から答弁した通りであります。この学校において行われている教育の詳細については全く承知をしておりません。学校の考え方としていろいろ取り組んでいるものと思います。いずれにせよこの学校の教育については所管の大阪府が監督するものであり、文部科学省が事実関係を確認しているところと承知をしているところでございます。福島君。これね、議事録確認すればすぐバレちゃうんですけども、先々週の金曜日の時に安倍昭恵夫人からこの学校の教育の中身はよく聞いているって答弁してますよ。なんでいきなり今日になって答弁書を読んで全く承知してないと、答弁が変わるんですか。いや、そういうね、答弁が変わるのが怪しげだと思われるんですよ。いや、自民党さん自身も昨年の参議院選挙前にホームページで学校教育における政治的中立性についての実態調査ってアンケートやってるじゃないですか、皆さん方自身。なんでこの件に答えられないんですか。さて、先日の予算委員会で、私に対してですね、安倍昭恵夫人が名誉校長を辞めたことについて、そこに通う子どもたちやご両親にかえってご迷惑をかけ続けることになるので辞任させていただくということを先方に申し入れたということでありますけれども、これ問題は通う子どもたちやご両親に迷惑がかかるからなんでしょうかね。これまでの国会審議や報道等を見て、総理夫人がそのような立場につくことが何か不適切だと思うから辞めたんじゃないですか。本当にこの理由は子どもたちやご両親に迷惑をかけることなんですか。どのような具体的な迷惑をかけるのでしょうか。この安倍首相夫人が辞めた本当の理由についてお答えください。安倍内閣総理大臣。本当の理由は答弁をさせていただいた通りであります。福島君。いやいや、全然私はでも逆に問題ないと思います。安倍総理の総理夫人がなっていることが、そんなに子どもたちやご両親に迷惑をかけるような安倍昭恵さんは存在なんですか。そうじゃないじゃないですか。さまざまな金をめぐる疑惑が出ている中で、そこの広告塔になっているように扱われるのが不適切なんじゃないですか。私は問題の本質というのから総理は逃げているように思います。この安倍昭恵夫人は名誉校長として何らかの報酬をもらってたんでしょうか。また何度かですね、講演に行っているようでありますけれども、その時に講演料というのはどのぐらい受け取っているのでしょうか。安倍内閣総理大臣。報酬も講演料も全く受け取っていないと聞いております。福島君。
ないということは確認をいたしました。しかしですね、やはりこれね、怪しいと言わざるを得ませんよ。ホームページを消したりですね、名誉校長を辞めたり、あたかもですね、子どもに迷惑がかかるとかですね、人のせいにしておりますけども、本質はこれ以上つつかれたくないから引いたという、そういうことじゃないんですか。この小学校の設置認可申請が安倍晋三小学校の名前で集められたことについても、この学校はずっとお金がなかったんですよ。自己資金がほとんどない中で寄付金だけで学校を作ろうとしているわけです。で、私実はですね、私の地元の神社にも寄付金集めが行っておりまして、昔私その神社からもらった書類の中に確かにですね、寄付金の依頼があったのを、思い出しました。で、広くですね、全国から安倍晋三記念小学校の名前で寄付金集めをしているとなって、その集めたお金を原資としてですね、今回の取引がなされたとするならば、単なるね、抗議では済まないと思いますよ。総理、私は抗議だけじゃなくて、もし総理が関わってない、関わってれば職を辞すという覚悟で行うのであれば、抗議ではなくて明確な法的な措置を取るべきだと思いますけども、総理いかがでしょうか。安倍内閣総理大臣。まずですね、ホームページを消したり怪しいとおっしゃったけど、ホームページを消したのは私でも私の家内でもありませんよ。まるでそういうふうに今福島さんはそう指摘してましたね。そういうね、そういうレッテリ貼ればやめましょうよ。それはね、そうやって印象操作を、ね、一生懸命されてますけども、一生懸命、そうやって一生懸命、印象操作されてますけども、これは何にもないんですよ、そこは。で、これはね、著しく名誉を傷つけるようなことを言えばですね、そういうことを申し上げますよ。怪しい、あれをホームページを消したり怪しいじゃないですかということについて、私はそれぐらいはね、反論させていただきたいと思いますよ。それぐらいはこれ答弁中ですよ。で、そこでですよ、そこで最初に先般福島さんにお答えをさせていただいたときにはですね、うちの妻がいわば先方に辞任の考え方を申し入れたと同時に、これは秘書が先方に伝えたんですが、その際私がですね、いわば承諾していないにもかかわらず、安倍晋三小学校という名称を使ってですね、寄付を募ったということについては誠に遺憾であり、信頼関係にも関わってくるということも申し上げてお伝えをしたわけであります。一方、訴訟しろということでございますが、総理大臣としてですね、私は訴訟することには非常に慎重でやらなければならないと、こう思っております。私は総理大臣ではないときにはですね、名誉毀損等をしておりますが、しかし、例えばですね、訴訟を抱えて、これ、個人で訴訟するわけでありますから、それに対して私は時間を割かなければいけないんですよ。例えば、御党のですね、菅元総理から私は訴えられまして、名誉毀損で、御党の名誉菅直人氏からですね、名誉毀損で訴えられました、そして地裁者でもですね、地裁でも高裁でも最高裁でも、私が完全に勝利を収めたところでございます。しかしですね、訴えられたがためにですね、関係ない、あ、皆さん、ちょっと少し静かにしていただけますか。話出せないでくださいよ。よろしいですか。いや、関係ないということではなくて、よく聞いてください。これからちゃんとどういう関係があるかということについて今話をしています。その間ですね、これ膨大な弁護士の打ち合わせと結構時間がかかるんですよ。だから私は一国の総理をですね、元総理が訴える、これ正気の沙汰かと思いましたよ。で、これ完全勝利をしましたけどもね、私がこの問題については完全に勝利をしました、菅さんに対してね。菅さんが私に対して名誉毀損をしました。でも、これはですね、これがですね、このちょっと時間がない、いいですか、静粛に願います。そこでですね、そこでやじらないように、そこでですね、そこで私がまず、これは2点あるんですね。まず、行政府の長としてですね、形式的にはですね、法務大臣に対しても私は総理大臣としてのですね、調整権限を持っているわけでございますが、同時にですね、そういう立場で訴訟することがどうかということ、
ずいぶん私も相当今までですね、相当な、名誉毀損的な報道等もあって、ありましたよ。で、それに対してですね、それに対してこれ、訴えなければ、訴えなければですね、そう事実を認めてみることになるという批判も浴びました。で、それがまず第一点ですね。そしてもう一点は、これ大事なところなんです。もう一点はですね、もう一点は先ほど申し上げましたように、時間を捉えるということなんです。総理大臣として、国民のためにこれ全力を尽くさなきゃいけないところについてですね、私事に関わることで、時間を使うべきではないという判断。分かりました。 今尾形委員から指導のもとだということが指摘がございましたからね。じゃあもう一度よく分かりにくかったんですか。これは審議妨害ですよ。総理判決に願います。だって今そういう指摘があったじゃないですか。やじはそういう指摘があったんだったら答えをさせていただきますよ。変えてください。つまりね、少し静かに聞いていただきたいと思います。まず第一点は行政府の長としてはですね、行政府の長としては行うべきではない。で、第二点はですね、そういうことに時間を、膨大な時間を割くべきではないという観点から、訴訟をすべきではないと。しかし、厳重に抗議をしているのはですね、事実で、あります。今、誰が誰に抗議をしたかということについてはですね、これは、先般も申し上げましたが、もういいよいいよ。いや、今誰が誰にという次の質問に行かせてください。はい、次の質問に行かせてください。今だって温党の人からですね、そういう質問が。いやいや、もう答えてます。総理答えてますから大丈夫。それについては私答えてますから、ね、もう十分満足な答えいただきました。はい、福島君。はい、いや、なんでそんな答弁長いんですか。もういやなんで答弁長いんですか。レッテル貼りと言いますけど、全く誰も総理がホームページ消してなんて言ってないじゃないですか。レッテルバラレをしてるんですよ、自分がやってるかのような被害妄想を持って。だから怪しいです。いや、訴訟しないならいいですよ。だったら真相を究明するためにせめて籠池理事長の参考人招致や自民党飲んでくださいよ。毎日言ってるんですよ。こんなの参考人に読んで一回聞けば分かる話じゃないですか。委員長、籠池理事長の参考人招致を求めます。理事会で協議します。福島君。この件はですね、さまざまですね、特別な便宜が森友学園に国から図られております。一つは他の学校とか豊中市がですね、取得に意欲を見せている人がいたんですが、随意契約で国有地を払い下げるという単独交渉がありました。二つ目は学校設置認可が下りる前にですね、買い受け特約付き貸付契約の交渉をすることができた。これ我々のヒアリングに対して大阪府の私学課長は、私学審査前の12月より前にですね、こういう中身の契約をするということは聞いてましたというふうに答えてるわけですから、これ露骨にですね、国はもうこういう契約をしますよということを少なくとも大阪府には言ってる、契約はしてるわけです。交渉はしてるわけです。で、3番目には学校用地の貸付契約がなされてもいないのに学校設置の認可が下りた。これも大阪府はですね、少なくとも僕がおった4年間ではありませんというふうに答えております。で、本来はですね、売買が国有地は原則です。しかし手持ち資金がないとして買い受け特約付き貸付契約を結んでおります。これは2月23日の予算委員会で足立院が答弁を引き出したように、この規定を使ったのは今回のことを除けば学校法人でたったの1例、今回が2例目です。そして賃借料は本来10年間貸してですね、その後買い取るわけですから、事業用定期借地権で算定すべきものをなぜかそうにもかかわらず50年の一般定期借地権に条件を変更して再算定して値下げをしております。その後またさらにですね、埋設物が出てくるとその処理費用として8億1900万円を値下げするわけでありますけれども、この算定を第三者にやらせることなく国土交通省が実施しております。これについても先日の予算委員会で理財局長は、事例はちょっと確認できてございません、つまり第三者に委ねないでこうした処理費用を出した例は今回本邦初ということなんですね。で、その後ここにいる玉木議員の質問に答えて、売買契約、これは一括で買うのが原則にもかかわらず手持ち資金がないとして分割にした、買い受け特約付き貸付契約の後の売買契約を分割払いにしたのはこれが初めてでございます。これも本邦初でございます。
売買価格はしかも非公表、随意契約は原則公開です。平成26年度から28年度で近畿財務局管内で非公表は本件以外ありません。本邦初めてとか一件だけとかそういうものがこれだけある契約というのはやはりですね、非常に特殊な契約と言わざるを得ません。理財局長、これでよろしいですか。佐賀理財局長。事実関係がいいか悪いか、お答え申し上げます。答弁の中身につきましては、その私が答弁したものはその通りでございますが、この大阪府の私学課長等の答弁につきましては、私ども確認できているわけではございません。志摩君。それは我々確認しておりますので、テープでも何でも証拠は出しますので事実でございます。で、特に一つ問題はですね、この一番上のですね、随意契約でやるということであります。お手元に、皆さんのお手元に近畿財務局のホームページがあります。で、このホームページにこう書いてあるんですよ。国有財産取得に関する架空の話にご注意ください。で、ここに赤い文字で書いてありますけれども、一般競争入札によらず特定の企業や個人に対して随意契約することはありませんというふうに書いてあります。で、次のページめくっていただきますと、当局にあった架空話の実例というのがありまして、近畿財務局管内の国有地の一番下の豊中市、まさに今回あった近隣地なんですけれども、ある不動産業者が当局に無断で現地を実施し、私は有力な政治家と懇意にしているので依頼してくれれば国から随意契約で買い受けできるようにすると持ちかけられたと。まさに今回の事例そのものじゃないですか。森友学園はどっかの不動産屋がですね、こういう土地がありますよって働きかけたんだから、まず財務局は今回の話を森友学園から聞いたら、このホームページを示しながらですね、これ詐欺にかかってんじゃないですかっていうのが筋だったんじゃないですか。なぜこの案件を随意契約でやるという相談を受けたのか、誰がいつどのように判断したのかお答えください。佐賀理財局長。お答え申し上げます。以前にもご説明申し上げたかもしれませんが、本件につきましては大阪航空局から入札による売り払い内容とする処分依頼を平成25年の4月に受けまして、25年6月にまずは公用公共用の取得要望の受付を開始しているところでございます。その後7月に大阪府あるいは豊中市から取得要望がない旨の回答書を受理して、その公的要望取得の受付開始期間の最後にですね、学校法人森友学園から取得要望書が提出されたところでございます。そういう意味では適切な手続きにのっとって、この土地につきましては公的取得要望が本学校法人からのみ出されたので、それを踏まえて手続きを行ったということでございます。福島君。これ財務省のホームページには、原則として一般競争入札によらず特定の企業や個人に対して随意契約することはありませんと、わざわざ赤い字で書いてあるんですよ。なぜ森友だけ随意契約にしたのか、誰が判断したのか、この間ですね、当時の近畿財務局長やあるいは理財局長等の参考人の招致もお願いしてますけども、全然出さないじゃないですか。全然出さないじゃないですか。あといくつかまたさっきの例で事例を確認させていただければと思っております。この丸2について、学校設置認可が下りる前に買い受け特約付き貸付契約の交渉をすることができたと、随意契約としての窓口を森友だけに、ホームページではですね、他の人に注意喚起しているにもかかわらず特別に取り計らったにもかかわらず交渉までしちゃってるんですよ。先ほど私学課長が言ってるのは聞いてないというけども、これ大阪府は我々に嘘をついてたということですか、それとも財務省は、大阪府はですね、これ事前に知ってたからこそ私学審を開いてですね、契約がなされる前に認可を下ろしてるんですよ。大阪府のやってることは全く国の賃借契約が整ってもいないにもかかわらず、勝手に彼らは見込みもなく私学の設置の小学校の設置の認可をした、そう認識しているということでしょうか。局長、答弁をお願いします。佐賀理財局長。お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたように、公的取得要望というのは、地方公共団体に加えましてですね、学校法人、あるいはまあ社会福祉法人と、そういう公共用のものについて、まず取得要望を出していただいて、それがない場合については、一般競争入札にかけるわけでございます。で今回につきましては、大阪府豊中市からの要望がない中、学校法人、森友学園から要望があったということで、これはまず一つ適正に、随意契約の始めでございます。それから先ほどの委員がおっしゃいました、その、大阪の私学課長様の、お発言はよく分かりませんが、いずれにしてもそういう段階で私どもはですね、その学校法人から申請を受けますと、当該学校法人が例えば本当に学校になるためには、地方公共団体の認可がいるわけでございますので、我々そういう地方公共団体に、こういう取得要望が来てますんで、これについての、地方の整備計画等との整合性と、地方公共団体にお問い合わせをしておるわけでございまして、そこは明らかに先方はこういう要望があることは大阪府は知ってございます。その上で、森友学園はですね、最初からそのある意味で貸し付けで、そのこの土地を取得したいという要望もございましたので、そういう意味も込めて大阪府は知ってございますが、いずれにしても私学審の答申と、それから国有審の認可がなければですね、そういう具体的な手続きには入りませんが、そういうやり取りについては取得要望等から大阪府でやっているというのは事実関係でございます。福島君。いやでもね、さっき言ったように貸付でやった例、学校法人にやった例ってのはこれ以外に1件しかないんですよ。そこでいくら要望を出したと言っても、それが契約として認められる保証なんてむしろないと思うんじゃないですか。全国津々浦々これまで長い歴史の中でこれまで学校法人に貸付けられたのが一例だけだとするのであれば、通常はそこまでの契約はなかなかいかないと思って私学審の認可にかけないはずじゃないですか。これもう私学審の議事録も公開されております。もう10年間経ったら買うという条件で貸し付けの交渉が進んでるからという、そうした議事録はもうあるんですよ。この前後関係見ますと、1月27日に、条件をして認可をしております。そして2月20日にですね、国有財産近畿地方審議会で条件付きでですね、この売買特例付きの貸し付け契約というのを認めるというのをやっております。そしてですね、私が知っている情報、あるこの交渉に関わった側のメモが私入手できたんですけれども、その中で1月9日、財務省、1月9日ですから、私学審の前です、1月27日の前に、財務省統括、近畿財務局の統括国有財産管理官、寺西さんという方から、学校用地の賃借料について、森友学園側にですね、土地評価額10億円、10年間の定期借地権として、賃料約4000万円、こういうのを提示してるんですよ。これは事実ですか。佐川理財局長。お答え申し上げます。はい、今のその個別のお話につきましては現在承知でございませんが、前にも申し上げましたとおりですね、土地の価格と申しますのは、その路線価とか工事価格とか、一般的な公表ベースの地価はたくさんございまして、学校法人等ですね、そういうところを参考にしながら、あるいはもう一般的に我々もそういうものも参考にしながらですね、全体としての売却価格なり、賃借料というのは、ある程度参考にできるわけでございます。福島君。いや違いますよ。これは財務省側から買いたいという人にこの値段でどうだって持ちかけているのは、財政支援制度審議会で議論する前に財務省が相手側に価格を提示して交渉してた、私学審で決まる前に、その事実を示しているのではないですか。佐川理財局長。答え申し上げます。ご指摘のそのやり取りについては承知しませんが、国有審議会での了承が得る前にですね、具体的なそういう、そのこちらが価格を設定して向こうと交渉するということはございません。福島君。いや、だったら出してください。これは明確に財務省の交渉の相手方の記録なんですよ。相手方が記録持ってるんですから、皆さん方は持ってなきゃおかしいじゃないでしょう。ないですか。確認してください。佐川理財局長。お答え申し上げます。私どもその公文書管理の話でございますけれども、財務省の行政文書管理規則に基づいてですね、文書管理を行っているわけでございます。
この規則はですね、まず契約書を含みます国有財産の管理及び処分に関する決裁文書につきましては30年間の保存期間が定められておるところでございます。従いまして、そういう土地の貸付契約あるいは売買契約につきまして決裁文書の中には申請書、契約書、売払決議書などが入っておりましてそこを保存してございます。他方で面会等の記録につきましてはその保存期間1年未満とされておりまして具体的な廃棄時期につきましては事案の終了とする取り扱いをしているということでございます。福島君、前回ともおっしゃいました面会等の記録、ここに実はズレがあります。財務省の行政文書管理規則の中には国有財産の管理及び処分に関する重要な実績が記録された文書は10年の保存期間がかかっております。そのうち国有財産処分の実施に関する重要な経緯でその後の政策立案等に大きな影響を与えた事案に関するものは保存期間満了後には国立公文書館に移管するとなっていて、やっぱりこれ2例目ですからね、国立公文書館に持っていくようなものであるというこれに当てはまるんですよ。そうであるとすれば10年の保存義務です。面会義務ではありません。この土地取引の極めて特異な土地取引の経緯というのは10年の保存期間なのですから必ずあるはずなんです。私はこの問題、総理自らしっかりと政府として疑念を晴らして調査をしなければ国民の疑惑は晴れないと思いますよ。8億円もの国民の財産を勝手に特定の総理の奥様が名誉校長をやってらっしゃって総理の名前で寄付金を集めていた学校に投じられてたとするのであればそこに何かあると思うのは当然です。それがレッテル貼りだと思うのであればレッテル貼りと剥がすだけの調査をぜひお願いをいたします。そしてこの委員会で結局ですね当時の局長や近畿財務局長がいないとこれ議論にならないんですよ。関係した近畿財務局長、理財局長、そして籠池理事長、これらの政府参考人としての招致を求めますとともに、この疑惑が晴れないままに来年度予算を決めるなんていうのは、国民感情的に納得できません。今日採決することなく、この問題に関する集中審議を開くように、委員長にお取り計らいをお願いを申し上げます。理事会で協議します。これで終わりにします。福島君の質疑は終了いたしました。次に今井雅人君。今井君。はい、民進党の今井雅人でございます。で、確認するにしても文部科学省としてこれはさすがに教育基本法に違反するんじゃないかという事例、法律の解釈を行うのは文部科学省じゃないですか。その後に指導するのは大阪府ですよ。しかし大阪府に今確認をしているとおっしゃったんだから、それはこの言葉そのものがこの通りだとするならば政治活動の禁止に違反すると考えてのことなんじゃないですか。松野文部科学大臣、もう一度お願いします。村田大臣なんで政治家として答弁してください。市学部長村田君。いや、呼んでないの、政治家としての答弁を求めてるんですよ。もう同じ答弁しかしない。お答え申し上げます、教育関係の法律の解釈については一義的には文部科学省として判断しお示しするものであるものでございますけれども、一方で具体的な事象が当該法律に規定に該当するか否かについては個別の権限を有する者が文部科学省が示した解釈を踏まれ判断すべきものでございます。でご指摘の、件につきましてはその学校でどういう教育を行われていたか、そのあたりの具体的なこと、事実を踏まえて判断されるべきものでございまして、それは所轄庁である、大阪府がご判断されることだと思っております。福島君。時間を無駄にしないでください。一時的な判断は文部科学省って言ったじゃないですか。だから具体的な事実を示したんですよ。具体的な事実を。松野文部科学大臣、政治家として文部科学大臣として、これ政治活動そのものですよね。安倍首相頑張れっていうのが政治活動じゃないんだったら選挙活動なんて成り立ちませんよね。政治活動ですよね、これは。どうですか。松野文部科学大臣。先ほど申し上げました通り、政治的意義を持ち、そしてその効果が政治に対する援助、助長、促進、または圧迫、干渉になるような行為に該当するかどうか、具体的な事実に即して判断するとおっしゃいましたけれども、これまさに具体的な事実、安倍首相頑張れ、安倍首相頑張れというのは、
その効果が政治に対する援助に、まさに援助そのもの、助長そのものだと思いますけれども、これは教育基本法第14条2項で禁止されている政治活動そのものではありませんか、松野大臣。松野文部科学大臣。教育基本法では第14条第2項では特定の政党を支持し、またはこれを反対するための政治教育、その他政治的活動をしてはならないとされているところであります。本件については報道を通して把握をしておりますが、文部科学省としては詳細に承知をしておりません。塚本幼稚園における具体的な活動が政治活動に該当するか否かは、一義的には所轄庁である大阪府が判断し、適切に指導を行うものと考えます。文部科学省としては塚本幼稚園に関し、国会や報道で指摘されているさまざまな状況について現在大阪府に確認をしているところでありますが、大阪府からは当該幼稚園に対し事実関係を確認しているところであると聞いており、大阪府の対応状況を注視しているところであります。ご指摘の報道内容についても大阪府に状況を確認してまいりたいと考えております。福島君。いやもうこれはね、映像で流れてるから事実確認するまでもなく事実なんですよ。この事実に基づいて、これにて山尾君の質疑は終了いたしました。次に福島信之君。はい、福島君。民進党の福島信之でございます。この週末もさまざまな森友学園の国有地売却問題について報道がなされまして、この問題について今日も質疑をさせていただきます。一昨日の夕方、テレビ朝日のスーパー J チャンネルで衝撃的な映像が流されました。森友学園の幼稚園の運動会で幼稚園児の選手宣誓の動画が流されました。ちっちゃなですね、子どもたちはこう言っています。大人の人たちは日本が他の国に負けぬよう尖閣列島、竹島、北方領土を守り、日本を悪者として扱っている中国、韓国が心を改め、歴史で嘘を教えないようお願いいたします。安倍首相頑張れ、安倍首相頑張れ、安保法制、国会通過良かったです。内容はですね、いろいろな立場があると思います。ただうちも子ども、小学校4年生の子どもがいますけども、安保法制、国会通過が良かったか悪かったとかはまだ判断できないでしょうし、何よりもこのですね、画像を見させていただきまして、この学校はなんか神田柄の道とか日本の国柄とか言ってるけども、ちょっとなんか日本の国柄に合うのかなと、どちらかといえば別のなんかどこかの独裁国の国の学校かなと思わせるような映像だったんですが、先週の木曜日のですね、予算委員会の一般質疑でも松野文科大臣と学校教育基本法14条2項で禁止されている政治活動、この定義についての議論をいたしました。その時に大臣は2つおっしゃいました。目的がいいですね。これは一義的には所轄庁である大阪府が個別事案について判断をさせていただくところであります。福島君。さっき局長は一義的には文部科学省が法律を解釈するとおっしゃいましたよ。大臣と局長の答弁が違うじゃないですか。違いますよ。一義的には文部科学省って言ったじゃないですか。なぜ逃げるんですか、これだけ明確な事実が出てるにもかかわらず。誰が見たって、日本人の1万人聞いたって1万人がそういうようなことを、なぜ答弁を逃げるのか分かりません。安倍総理は、いわば私の考え方に非常に共鳴していると、籠池理事長に対して評価しております。安倍昭恵夫人もこれらの教育方針は大変主人も素晴らしいと思っているということをおっしゃっています。こういうような先生で安倍首相自らのことなんで面早いと思いますが、幼稚園で安倍首相頑張れ、安倍首相頑張れ、安保法制、国会通過良かったですねというような幼稚園は、これ総理のこの共鳴するものなんでしょうか。総理自身このこと教育基本法上何らか違反していると問題に思いませんか、どうでしょうか。安倍内閣総理大臣。ご指摘のですね、点については、ただいま文部科学大臣から答弁した通りであります。この学校において行われている教育の詳細については全く承知をしておりません。学校の考え方としていろいろ取り組んでいるものと思います。
いずれにせよこの学校の教育については所管の大阪府が監督するものであり、文部科学省が事実関係を確認しているところと承知をしているところでございます。福島君、これね、議事録確認すればすぐバレちゃうんですけども、先々週の金曜日の時に安倍昭恵夫人からこの学校の教育の中身はよく聞いているって答弁してますよ。なんでいきなり今日になって答弁書を読んで全く承知してないと答弁が変わるんですか。いや、そういうね、答弁が変わるのが怪しげだと思われるんですよ。いや、自民党さん自身も昨年の参議院選挙前にホームページで学校教育における政治的中立性についての実態調査ってアンケートやってるじゃないですか、皆さん方自身。なんでこの件に答えられないんですか。さて、先日の予算委員会で、私に対してですね、安倍昭恵夫人が名誉校長を辞めたことについて、そこに通う子どもたちやご両親にかえってご迷惑をかけ続けることになるので辞任させていただくということを先方に申し入れたということでありますけれども、これ問題は通う子どもたちやご両親に迷惑がかかるからなんでしょうかね。これまでの国会審議や報道等を見て、総理夫人がそのような立場につくことが何か不適切だと思うから辞めたんじゃないですか。本当にこの理由は子どもたちやご両親に迷惑をかけることなんですか。どのような具体的な迷惑をかけるのでしょうか。この安倍首相夫人が辞めた本当の理由についてお答えください。安倍内閣総理大臣。本当の理由は答弁をさせていただいた通りであります。福島君。いや、全然私はでも逆に問題ないと思います。安倍総理の総理夫人がなっていることが、そんなに子どもたちやご両親に迷惑をかけるような安倍昭恵さんは存在なんですか。そうじゃないじゃないですか。さまざまな金をめぐる疑惑が出ている中で、そこの広告塔になっているように扱われるのが不適切なんじゃないですか。私は問題の